さあ、ビロン君、はいはい、今回はね、診断のカードで、今日ね、新しく発表があったんだけど、まさかのアーマーガーが入ってたんだよ。これ俺がね、ソードアンドシールドの中で、一番大好きなポケモン。あ、そうなんだ。ちょっとまあ今印刷してコピーしたやつなんだけど、うん、俺これ絶対 HR とか当てるから。本当に開封で当てるから。いや、マジでテンション上がってる。で、これ効果見たら、そのなんていうのかな、進化ポケモンで、うん、まあ、鋼タイプであるから、ドータ君ってやつも新カードであって、これ鋼エネルギー移動できるんだよ。なるほどね。鋼エネルギーの移動するやつがあって、はいはいはい、あとは、まあ、モミちゃんで進化ポケモンは、まあ、全部、ヒットポイント回復してエネルギー取らしてってのあるんだから、うん、まあまあもうわかるでしょ。まあもうわかるでしょ。俺これ今、カードの発表があってから1時間ぐらいで割と、ガーって、ガーって作ってた。ガーって作ったデッキだけど、まあ今のところは苦情、机上の空論ですよ、これは。まあまあ、俺の中では、まあこんな感じの動きするだろうなみたいな感じで、うん、いや俺の予想だと完璧に回る。いやもう完全に気持ちよくさせません僕は。はい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 言っててください。机上の空論で終わらせます。なんだかんだでね、いやまあ新カードテキスト見ただけで、うん、もうポケが博士ぐらいになったら、あこういう使い方したらまあ回るなとかわかるんすよ。いやいやいや、もう1時間でデッキ組めちゃうんすよ。やっていこうかな。ボコボコにしよう。無限大なんでしょ君は。そうだよ、はい、最初はグーじゃんけんほい。じゃあ先行。はい、じゃあ俺高校でない。オッケー。さあ幸先悪いけど。幸先悪いね、これは。じゃあ先にペナルティー2ドロー分。オッケー。はい、じゃあ2枚引いてください。はい、はい、いただきます。じゃあ行くぞ。いはい、せーの、キネクネタ、ザシアン、ウッパ、ドミラー。さあ行きます。オロダンドローさせていただく。いやーこれちょっとハンド弱いっすね。お、ハンド弱いっすね、これ。弱いの、ポケギア 3.0 使います。はい、山形の上から7枚見て、その中にあるサポートを1枚ハンドに加えます。これでハンドに加えるのは、あーまあこれでいいや。マリー加えます。はい、どうぞ。これで、まあ、最低限の動きはしよう。じゃあマリー加えて、このまま不当の剣を使います。はい、不当の剣を使うんでシャッフルお願いしていいですか。はい、どうぞ。これで俺エネルギー3枚つけるから。じゃあエネルギーはなさそうなところに。はいはい、じゃあ3枚。はい、ないです。どうぞ。はい、じゃあ俺のターン。はい、とりあえずジグザグマ出しときますかね。はい、オッケー。10点どこ。ドーミラー、ザシアン。ザシアンで。ザシアン、オッケー。ちょっと俺も手札悪い。ナイトシティ貼っとくわ。はい、オッケー。ナイトシティ貼りまして、フーパ逃げる。逃げてフーパにここつけときます。ほう、オッケー。はい、俺が先に打つ。マリー、強かったのに。ドミラ進化できたんだけどな。はい、はい、あ、シャフラーいいや、お互い。オッケー、じゃあ一番下に行って、はい、4枚出します。はい、じゃあ俺は5枚。はい、オッケー。無限ダイナ、オッケー、出します。はい、うん、ターンエンドで。オッケーです。引きます。はい、ドローしていく。ドミラ出します。クリックボールで鋼エネルギー切ります。はい、持ってくるのはアマガ、まあまあアマガ持ってきます。ママ、はい、シャッフルお願いします。シャッフルします。さあアマガ出します。ハンドからさらにアマガ出します。で、そのままマリー使います。はい、どうぞ。はい、俺手札0枚なんで5枚。はい、いきます。じゃあビロン君もハンド全部下に下ろして4枚引いてください。なるほどね、そこでマリー引いてくるか。マリー引いちゃったんだよ。さあ、じゃあ4枚。んー、どうしよっかな。これクイックボール使います。はい、基本、あ、モミ落とします。お、モミ落としちゃう。モミ落としちゃって、種ポケモン持ってきます。アーマーガー、そのままポケモン通信でアーマーガー戻して、はい、銅鐸持ってきます。なるほどね。さあ銅鐸一番左側はね、前のターン出してるんで進化させれる。さらにアーマーガーでいいかな。そうだよね、雑誌、あ、まあ関係ねえわ、銅鐸いるし。はい、じゃあこのままで全然使います。あ、強っ、強い。ガン回り、はい、じゃあシャフルお願いします。6枚引くぜ。オッケー。うわー、1枚足りねー。メダル操作使います。鋼、基本鋼エネルギーをここに、はい、アーマーガーにつけます。さあ、そしてバンを終わらずに不当の剣を使います。あぶねー、あぶねー、今バン終わりますっていうところだった。はい、これで終わりです。はい、はい、じゃあ俺のターン。はい、どうぞ。ドロー。基本アクエネルギーを無限ダイナにつけます。了解。回収ネットだね。はい、オッケー、回収。ジグザグマ回収。ジグザグマ回収、オッケー。フーパでいいや。オッケー、出しときます。はい、ジグザグマまた出して、はい、
これね、どこにつけとこうかな。どこですか。じゃあどこでもいいけど、堂太くん2回追ってフーパーで倒せるね。うん、確かに。じゃあ堂太くんで。オッケー。はい、クイックボール。はい、ポケモン通信捨てます。はい、持ってくるのはやつ。やつ回さないとな、お前は。そうだな。はい、クロバット。はい、オッケー。持ってきますと。はい、はい、もう使うっしょ。うん、使う。はい、使ってください。はい、はい、これで。じゃあ5枚引いてください。5枚引きます。1、2、3、4、5枚。オッケー。クイックボール。オッケー。で、俺はマリ。ほい、捨てて持ってくるのは、持ってくるのはなんだい。何を持ってきてももうダメだよ。アーマーが育っちゃってるもん。かっこいいな、このアーマーが。マジでよ。ジグザグ、あ、なるほど。はい、ジグザグマを俺は持ってくるぜ。オッケー、置きますか。もちろん置いて。どうだくん、はい、オッケー。これで残りライフが90だよね。90です。はい、ってことは分かるよね。マジか。ボスある。ボスの指令。オッケー。はーい、まあ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 、しゃあない。まあ、まだドーミラ1枚いるからなんとかなるような気がする。はい、それで、それで、はい、アサルトゲート。はい、オッケー。90点。倒されます。さあ、ここは、うん、アーマーが前出します。じゃあ俺は1枚もらうよ。はい、どうぞ。俺はターン、ドローさせていただく。さあ、そしてアーマーが VMAX に進化。はい、はい、ポケモンの特性受けません。おい、ダメ感乗らんぞ、ジグザグマの。いいぞ、別に。ジグザグマのダメ感乗らん。コーティング鋼エネルギー、これ弱点なくなるから今関係ないけど、普通の鋼エネルギーだね。はい、普通の鋼エネルギーで、これでなんと技が使えるようになりました。マリーを使わせていただく。うわ、マリーね。あ、オッケー。じゃあ、お互いもセルフでシャッフルして、俺5枚引きます。俺は4枚か。オッケー。はい、いや、これどう転ぶか。結構いい手札だったんだよね。あ、そうなの。いいね、悪くない。あ、さらにアーマーが VMAX に進化。どうだくんに進化。なに、強すぎ。ワロタ、またお前来たのか。強すぎワロタ。トラッシュに鋼エネルギーはない。オッケー。じゃあこのまま巨大ハリケーン240点ダメージで倒します。サイド1枚取るぜ。ほら、まあ、まあこれで同じだからね。あ、まあ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 な。おい、いいのかい、無限大な進化できんの。もちろん、行くぜ。はい、ドロー。お前もまさか引いたというのか。持ってるんだよ。持ってるのか。無限大な VMAX さっき引いた。オッケー。ひとまずクロバット出す。オッケー。手札3枚。はい、3枚、はい、で、俺3枚こっから。あら、これこのタイミングでクロバットってことはエネないんじゃない。うるさい。エネないんじゃない。うるさい、これで引いてくるからよ。なるほどな、なるほど、なるほど。とりあえず、うん、無限ダイナ出します。オッケー。フーパー出します。オッケー。おー、いいよ、めちゃくちゃ出てるね。ポケモン通信。オッケー。クロバットを戻します。オッケー。はいはいはい。ジグザグかな。ジグザグ、どこに乗っける。どこに乗っける。どうたくん、またおめえ、あのプランどうたくんやんのか。どうすんの。どこでもいいよ。どこでもマジで。正直ここら辺ワンパンできるしね。ここ泡が乗っける。泡が乗らないです。乗らないね。乗らないです。じゃあもうデデンデでいいや。デデンデ。オッケー、了解。もう何でもいいけどな。了解だ。はい、はい、じゃあここで、あ、ごめん、これ戻してなかった。はい、戻して、はい、シャッフルしといてあげるわ。オッケー。はい、で、ハンド枯らしてるってことはあれでしょ、どうせなんかあるんだろ。マリー博士、博士の研究。了解。これでエネルギー引けなかったら君もう終わりだよ。いや、引けます。そんな7枚引いてさ、うん、エネが1枚も来ないなんてあるんだよ、ポケモンカード。こんなに引いたのにってあんだよ、マジで。7枚。それで確か大会敗戦してた人いたな。あー、やめろ。やめろ。引けてねえんだろ。これなんかな。はい、サイドアクエネルギーやれや。なんなんそのため無駄な。で、1、2、3、4、5、6、7、8、240点。240点与えます。受けましょう。いいの、アーマーが240点与えて。まあまあまあ、いいんだろう。お前は何も考えてないからな。ドローさせていただく。さあ、逃げるゾロです。うん、逃げま、逃げます。引きずり出してある。アーマーが前出します。ここでギミックだよ、ドータ君のメタルトランス。自分の場に何回でも使えて、自分の場のポケモンについて鋼エネルギーを1個選び、別のポケモン入れ替える。おるら、おるら。これコーティング鋼エネルギーも、鋼エネルギー1個分として働くから多分いけるはず。つか、いける。おら、なるほどね。はい、さ
さあ、強いんじゃない？ついでにこのザシアンの鋼エネルギー天が言うとく。いや、やめとこう。こいつ裏持ってこられる可能性がある。怖すぎる。で、さらに僕は、ハンド何枚？ 1,2,3,4,5,6。 6でしょ？これボス引いてくださるよな、マリー。あー、はーい、マリーじゃい。くそ、この試合はよくマリーが出るな。マリー出るね。いや、本当はここね、俺ね、あいつ使いたかったんだけど、ヒゲ出ないんだよな。モミちゃん使いたかったんだけど。さあ、そして、これで俺は5枚。じゃあ、俺は4枚。オッケー。じゃあ、このまま、巨大ハリケーン使います。はい。ほら、240点だよ。でも、俺の方が先に仕掛けてるからな。まあまあ、そんなんな、後ろにいるんで、関係ないです。それでお前がボス引いてたら俺は泣く。終わりです。じゃあ、俺の体育を。引いてんの？ドロー。引いてんの？やめてくれ。なるほどなるほど。まずは無限大な VMAX。 オッケー。ハイドアクエネルギーを、はい、オッケー、つけて。なんかあれだな、ちょっとなんか怪しくなってきたな。さあさあさあ、はい、さらに。あ、大丈夫だ、大丈夫だ、これ大丈夫、はい、大丈夫大丈夫。回収ネットで一応ジグザグマ回収。オッケー。どこで、まだ出すでしょ、ね、ジグザグマ出して。どこも関係ねえや。どこも関係ねえな。ドータ君がいいんじゃない。もうドータ君でいいや。オッケー。よし、でフバ君も出しちゃいます。オッケー。これでもう全部枠埋まりました。はい、270点。博士の研究、はい。さあ、いきますよ。オッケーだ。7枚。オッケーだ。これでも博士の研究したってことはそういうことだからな。まあそうだね。まあそういうことだからな。でも次のターンを覚えとけよ。まあ分かったぜ。ほら来いよ。よし、じゃあ行くぜ。270点マックス火力。マックス火力。あとはお前はこのアーマーガー2体倒すが終わりだもんな。そうだ。俺のターン行くぜ。だろう、それで行く。もみ引けねえ。よし、もみ引けねえけど私らが無理。トゥットゥルトゥー。ハッピーマッチ。自分の番にこのカードを手札から便利出したら1回使える。自分とらしくはサポート1枚。知ってる俺クイックボールで最初の方に覚えてるかな、モミ落としたの。うわー、ここのフラゲ俺の構築、やっぱ神構築。これでクイックボールとかから私らがでモミいつでも持ってこれるんです。でモミすぐ使えません。ドーナ君のメタルドランス、チュイーン。これでモミが進化ポケモンでしょ。なので、まあ私らがとか、雑な思惑通りにっていうのが。じゃあここは、私らがにつけます。自分の前に、私らがに、な、いや、もうどこでもいい、どこでもいい、どこでもいい、まあ、どこでもいい、全部どこでもいい、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 私らがじゃあ全部つけます。そうだよね、鋼ポケモンとかのしてないもんね。自分の場のポケモンについて鋼エネルギーが1回で、自分の別のポケモンに付け替える。オッケー。で、そのままモミー自分の進化ポケモン全員の HP を全て回復する。アマガ1進化です。待って、全員、はい、全員です。アーマーガーフェイマックスの、はい、進化です。はい、これ僕の、この試合僕の勝ちです。あの、この試合僕の勝ちです。はい、え、あ、ドーナ君も進化ポケモンでした。回復します。500点以上回復されてる、ね、そういうことです、そういうことです。さらに、メタルトランス使います。あ、メタルトランス使う前に、これですね、これですね、こっちはさっき巨大ハリケーン使ったんで逃げれずなので逃げれます。こっち出します。で、メタルトランス使います。うん、頭が痛い。3エネがかかります。これは3エネあります。アマガニ1エネあります。何かの間違いだろう。多分エネルギー手張りしてないと思うんで、鋼エネルギー貼っておきます。おい待て、じゃあこのまま巨大ハリケーン出します。こんなにいきなりアド取られることある？嘘。さっきまでいい勝負してたのに急に強ダメなんですけど。嘘でしょ。やっぱり机上の空論じゃなかったんだ。僕の構築は神構築だ。うぜえ。はい、終われよもう。早く終わらせてやれよ。ふざけんなよ。ほら早くしろよ。じゃあ俺のターン。はい、ドロー。もう殴ってくしかねえんだよお前は。もうそう、殴ってこ、アクエネルギーつけて、はい、270いけます。ちょっと待て、まだまだ終わってない。まだ終わってない。くそ、何もできないんでしょ。ほら、いや、できるから。できるな、ほんとに。ちょっとできる、できる。はい、諦めてないですって皆さん。この子、この子諦めてないって。この子諦めてないって。うるせえな。とりあえず
ボスの指令。あ、ボスの指令あるんかい。いやもうアーマーガイは相手できない。アーマーガイ相手できない。じゃあとりあえずザシアンかな。ザシアンオッケー。はい、いやどう、いやうんそうだね、あドータ君にする。いやドータ君なんて倒してももう意味ないから。そうだね、後ろ張ってるもんね。あーじゃあここにする。じゃあそうだね、そうだね。あとアーマーガイ一回頑張って倒すよ、どうにかして。ザシアン倒したんだから。ザシアン倒します。はいオッケー。じゃあ2枚。じゃあ2枚取ります。はい、じゃあこのままたアーマーが1回ベンチ出たんで、このアーマーが殴れます。はいはい、ほんとドローさせていただきます。さあまあじゃあ一応大きな重り貼っとこ、ヒットポイント上げとく。350でございます。どの道2角だろうがよ。そうなんだよな。さあそして俺はまあ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 、はい、じゃあ巨大ハリケーン240点。モミちゃんって俺のポケモンも回復させてくれたりしない？あんね、うん、しないんです。でもしない。でも確かに無限ダイナにモミちゃんも最強かもしれんって俺は思ってる。うん、うん、まあ、そのデッキはまだね、昔の新カード入れてないからね、モミちゃん入ってないけど。じゃあ俺のターン。俺だけモミを享受してるんだよ。どうぞドロー。くっそ。あでもこれアマが倒せたら終わりだよ、ビヨン君。ん？アマが倒せたら終わりだよ。いや倒せないんだよね、ワンパンで。そんな火力は出ないんだよね。怖いね、本当に。うざけ。まあ、これが炎タイプだったらね、コーティング鋼エネルギーとかつけてたらね、ワンパンはね、やっぱなかなかされないね、350とかはね。そう、無限大な V 出して。はい、ドルテンド、270強い。270強い。270強い。え、俺だ、ドロー、ドロー。さあでも確かに逃げてジグザグマとかだったら遅延はできてたけどね。まあもうどうせ勝てないからいいでしょ。じゃあ逃げ目ゼロなんでアーマーが逃がすぞ。はい、じゃあチェキー、逃げ目ついてるわ。手張りしよう、手張り。メタルトランスエネルギー入れ替えます。メタルトランスエネルギー入れ替えます。なめくじゃねえか。おいまだ悪いぞ。メタルトランス出てんね。メタルトランス出てんね。メタルトランス出てんね。メタルトランス、おいやめろ、おい。やべ、これはまだ悪いのやめましょう。皆さん遅延攻撃が役なんで、あーわかる、倒します。うわー、マジか。やったー。どう？いやー普通に、まあ、あれでしょ、新カードまだちゃんと読んでなかったから、モミ全員って知らんかったんでしょ。バトルポケモンだけだと思ってた。そうだね、自分の進化ポケモン全員の HP よって書いてるわ。普通に強いよね。その後回復したポケモンについてるエネルギーを全てトラッシュする。そう、トラッシュエネルギーしないといけないんだけど、まあ俺が回復した時なんか私らがにエネルギー全部ついてたから。回復じゃなくて場についてるポケモンのエネルギー全部トラッシュしろよ。どういう感じで、普通にアーマーが可愛いし強いしかっこいいし最高なんだが、このデッキは、まあ今は診断発売してすぐのコピーカードだけど、頑張ってたくさんカード買ってたくさん当てるわ。強いね、普通に強かったね。しかも、うん、それさ、うん、唯一、うん、あの無限ダイナって火力が270までしか出ないじゃん。そうやね、だから、うん、そういうのをワンパンで落とすためのイベルタル GX とかあるけど、うん、ポケモンの特性無効だから。あ、そう、しかもイベルタル GX なんとあと1週間後に使えなくなります。あ、そうか。そう、だからもう B 歴対応してるんで、これもう抜いてます。そうか、そうか。だから B イベルタいなかったっしょ。いなかったし、しかも効かないし、でも効かないし、無敵です。強すぎる。はい、ということでお疲れ様です。お疲れ様です。